ということで今日は、はい、うん、老子第一節第四章というタイトルにしたんですけども、はい、こちらですね、老子道徳経、はい、トルストイ、あのロシアの文豪トルストイが監修した老子道徳経を、うん、まあ、一番なんていうんだろう、素の老子に近い形を、シェーホフの翻訳家である、まあ素のっていうか中本信之さんが、はい、翻訳したもの、翻訳したものをシェーホフっぽく味わってる感じです。多分みんなそうやって翻訳してるだけですよ ね、 そうですね、素のものは漢文でこうやってある、この老子第一節第四章の素のものを読むと、はい、タオは中なり、思考してこれを持ちうるに、あるいは満たず、縁として万物の層をたるに似たり、その栄をくじき、その糞を解く、うん、この功を和らげ、その塵と同じくす、うん、端としてあるいは存するに似たり、我誰の子なるかを知らず、章、うん、は帝の先にあり、はい、わかんないですね、わかんないです、はい、これを翻訳、これを、うん、現代アレンジ、現代そうですね、はい、チェーホフが監修して、はい、それをうん、ちょっと現代風に読みますと、うん、こんな感じになります。これですね、老子第一節第四章、タオは空っぽであるが、そのタオが用いれる時には尽きることがないように思われる。おお、なんという深み。それは万物の資源である。それかっこタオはその矛先を鈍らせ、結び目をほどき、交際を和らげ、季節して最も微細な部分を結び合わせる。おお、なんと清らかな。それは太古から存在している。それが誰の息子なのか、最初の皇帝の前に存在したものかどうかは私は知らない。はい、いろんな本ってそうなんですけど、はい、初めの数ページに、はい、多分作者はギュッて力を入れるんですよね、うん、はい、要は立ち読みの時にはいはい、はい、ハートを使うんで、うんうんうん、ハートをつかみ続きをレジまで持ってってもらわないといけないから、はいはい、うん、なので一節から三章まではとても分かりやすかったんですけど、四、はい、章ぐらいから、うん、んって急にちょっともやっと、そう、何を言ってるんだいっていう感じになってきたので、はい、もうちょっと分かりやすく、はい、これですね、バカボンのパパと読む老子、はいはい、こちらでドリアン助川さん、詩人のドリアン助川さんが訳したものなんですけど、はい、道は空っぽのようなもので、あ、ごめんなさいね、タオでしたね、タオ、タオは空っぽなようなものであり、どれだけ働いてもいっぱいになってしまうことはない、うん、そこがなくて万物の根源のようだ。タオは知恵の鋭さを鈍くし、知恵の紛れを解き、知恵の光を和らげ、人々と同化させる。満々たる水をたたえた池のような存在であるかもしれない。それが誰の子であるのか私は知らない。章として、章っていうのは、現象の章、章として太古の帝以前より存在はしていたのだが、丸と書いてあります、はい、まあ、僕はこれを読んだ時に、うん、あ、食うっていうことを言ってるのねっていう、ああ、はい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 、まあ、結局ここでも、まあ、タオは空っぽであるが、うんうん、って書いてありますし、うん、はい、まあ、食うっていうことを言ってるのかなとは、はい、ちょっとそれもう一回見せてもらっていいですか。あ、この、はい、ドリアン助川さんの、はい、で、まあ、違う本なんですけど、うん、今河合駿さんの本をいろいろ読んでいるんですが、うん、我々東洋人には西洋と東洋っていろいろ感覚が違うらしくて、はい、その河合駿さんの本を読むと、うん、その西洋っていうのはゼロがあって、はい、ネガティブなものはマイナス、うん、でプラスがポジティブ、うん、でネガティブをゼロに近づけて、うん、できるだけポジティブなものに持っていこう、うん、みたいなプラスにしようっていうのが、うん、西洋思考で、うん、なんか根強くあるらしいんですね、うんうん、ただ東洋には、うん、昔からその、うん、陰と陽、うん、光と影、うん、っていうのが一体で、うん、みたいなものが東洋の人には昔からそういう考えがあると、うん、でユング、うん、ユングは、まあ、スイスの人かな、はい、でユングがその西洋で育っていく中で、うん、要はポジティブになれ、要は自分を主張する、うんうん、っていう
ところに苦しくなり、うん、ユングは鬱になっていくと、うん、で鬱になりながらその自分の精神がどんなものかっていうのを学んでいった時に、うん、なんかいろいろ日記を書いていくんですって、はい、そこで日記で書い日記を書いたり絵を描いたりしていくうちに、うん、アメリカで、東洋思想に出会い、うん、マンダラを見ると、はい、そうすると自分が描いた絵がマンダラと似ていると、うん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 、でなんだ東洋では昔からそういう教えがあったのか、うんうん、っていうのがあって、僕は今何を話そうとしたんですかね何をはこれが つながったと思って今話し始めたんですけど、うん、元を忘れたってことですね。元を忘れてしまいました申し訳ございません、はい、で今何を思い出したかというと、その河合駿さんの本の中で、はい、鬱になった人が、はい、なぜ鬱になったかというと、うん、鬱になったきっかけを河合駿さんに話し始めた、うん、でその鬱になった人が話し河合駿さんに話したのは、うん、机を見た時に、うん、机そのものなんだっていうらしいんですね。僕たちが見ている机っていうのは、はい、机なんて言うんだろう、現象としての机、はい、机そのものではなく、まあまあ、ザクッという机を見て机と言ってるが、はい、その鬱になり始めた人は、うん、机のそのものが見えたっていう話をし始めるんですって、うん、もう何を言ってるのか、ね、そうっていう反応になり、はい、病院に連れて行かれると、はいはい、でももうっていう話を、うん、していてこの深みとかね、はい、ごめんなさいね、今僕が混乱し始めましたねちょっと話を、はい、どんどん人が減っていきます、申し訳ございません空っぽったんです。僕は今話したかったのこれこれ、はい、まあ、それ読んで空っぽ、空っぽって話ですね、うん、タオは空っぽ、はい、だからなんか無限に入るみたいな感じじゃないですか、はいはい、で東洋思想でも空って話じゃないですか、うん、ない、まあ、これも東洋ですよね。東洋ですね。ないっていうか全部吸収しちゃうみたいな話じゃないですか。でこれないからまたないが生まれるみたいな、うん、僕は何を言ってるんですかね、ま、どうすいません、うん、まあ多分若干違う気はするんですよ。あ、今話したこととこのタオの話、老子、はいはい、老子のこう考え方と、はい、あ、空がね、空が、はい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 、はい、うん、空ってなんかもう何もないみたいな感じじゃないですか。全ては無駄みたいな、うん、もうバーチャルに結びつくカゴのごとくもう、はい、なのであの存在もないから悩みなんてないみたいなところに入っていくんですけど、うんうんうん、でこれをねこの、バカボンのパパの、はい、バカボンのパパはこの今の第4章を、うん、タオは空っぽの空っぽで、うん、どれだけのものを生み続けてもいっぱいになってしまうことはないのだ、うん、それは底抜けなほど奥が深く、うん、あらゆるものの元のようなものであるのだ。タオの中ではギスギスした知恵の角が取れて丸くなり、考えすぎてこんがらがったこともするりと解け、他人に向かって知恵を振りかざす人の厚かましさは和らげられ、みんなと同じようになるのだ、うん、タオは満々と水をたたえた深い池のような存在かもしれないのだ。わしはタオのおふくろさんが誰なのかちっとも知らないのだ、うん、でも昔の偉い王様よりずっと前からここにあるのだ、それでいいのだと、うん、これはバカボのパパ分かりやすいです、ね、分かりやすいです。なるほど。どれだけのものを生み続けてもいっぱいになることはなく、うん、また空になることもないと、うんうん、でこのタオというものがあれば、うん、ギスギスした知恵の角が取れて丸くなって、うん、考えすぎてこんがらがったことも解けて、うんうん、その人に向かって、うん、知恵を振りかざす人の厚かましさも和らぎと、うん、みんな一緒になると、うん、なるほど、うん、でもそれっていうのは誰かが考えたことでもなく、うん、もうずっとはるか昔から、ずっと遥か昔からあるっていう、うんうん、バカボンのパパでしたはい、はい、あ、これぐらいシンプルにしないと分かりづらいというところですかね。まあ
確かに、まあ、私が冒頭で申し上げた、うん、その結婚っていいよねみたいな話をしてたしなめられたんですけど、うんうん、確かにこのいい、うん、グッドだみたいなことを言い出すと、うん、確かにじゃあグッドじゃない方は、うん、バッドかっていう話になってきますね。難しい。できないみたいな人もいるわけじゃないですか。できないと思ってる人ですね。できなかった人、できしなくていいと思ってる人、したかったけどできなかった人、いるんですかね。それはいますそれはいますよね。まあ、その何が原因か分かんないですよ、はいはい、あの人が好きだってなってずっと振られ続けた、はい、っていう人はいるわけじゃないですか。なるほど、うん、でそういう人が悪だって言われる世界ですよね。違うネクストネクストです。バスネクストワンです。そのネクストで80歳まで来ました。なるほど、はい、チャレンジャー、あなたの人生はバットでしたねって言われるんですよね。なるほど、うん、まあ、確かにこれは難しいですね、うん、はい、まあ、確かに結婚って制度ですもんね。結婚は制度です、ね、制度って縛ってるものですもんね、うんうんうん、難しいですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ごきげんよう。ごきげんよう。